2022ボートレース発祥の地小村は70年の歴史で最も熱く駆け抜けた1年でした。3月クラシック遠藤恵美が女子初の SG 優勝、そして地方都市初開催のグランプリ、大村に始まり大村に終わる 2022SG 戦線のラストグランプリ優勝戦です。1号艇白井英二、8年前の平和島から温めた思いを大村で実らせるか。グランプリ7年連続10回目2度目のファイナル1号艇です。2号艇原田幸也、初めて地元という看板を背負い戦うグランプリでした。多くの思いを背負い込んで初のファイナル進出。3号艇深谷智博、チャレンジカップ鳴門からグランプリ大村までの絶妙な流れが深谷に向いています。4号艇磯部誠、グランプリ初出場からの初輸出優勝なるか、さらに平成生まれの初めての SG 優勝なるか、レコードへのチャレンジ。5号艇片岡正弘、2022年夏彗星のごとく現れたニューヒーロー。6号艇馬場吉也、滋賀支部に初の黄金ヘルメットを、支部長自ら覚悟を持って臨みます。大村 SG 第37回グランプリ優勝戦、進入は内から1番2番3番4番5番6番の体型です。スタートしていきました。1号艇2号艇3号艇1号艇がスタート、揃って先行。1枠の後方最初に運んでいく1号艇の白井、2番3番センター流れた1号艇の白井が抜きます。先頭1号艇の白井英二、その後は4号艇の磯部、そして2号艇の原田が並び、あとに6号艇の馬場、3号艇の深谷、最後方5号艇の片岡で1周2枠の後方。スタートは前提正常です。先頭1号艇白井が2枠を旋回、6号艇4号艇2号艇もつれていますが、接戦に割って現在4号艇の磯部がかわす。追走は6号艇の馬場、2号艇の原田、その後3号艇の深谷も猛チャージで絡んでいき、これから1周目の第1ターンマーク。さあ4艇大激戦、2番から際先頭は1号艇の白井が大きく抜きました。トップ1号艇の白井英二、2番争いに4号艇の磯部がリードし、6号艇の馬場が3番といく。体型は1番4番6番の順、後ろは2号艇3号艇5号艇これから2周目第2ターンマークの旋回です。1号艇の白井、さあそして4番の後ろ、また一つドラマが見られます。6号艇の馬場がつけばい抜け出す。2番手先行6号艇の馬場、3番手に4号艇の磯部、2号艇の原田は一定審査。大激戦のままに最終周回、先頭1号艇の白井が1番を運んで最後の向こう正面です。2年前に水上を離れた恩師と交わした必ずグランプリを取るとの誓い、レジェンド今村豊さん、恩師が見守るこの大村の地で叶え、万華の花を咲かせます。グランプリ初制覇 SGV3 通算107回目の優勝に向かう白井、追走2番から6号艇馬場先行、3番から4号艇の磯部、第37回グランプリ優勝戦、先頭は1号艇白井が今1着でゴール優勝、2着6号艇馬場、3着4号艇の磯部、そして2号艇の原田、3号艇深谷、5号艇加藤がゴール。見事優勝したのは1コースから逃げました1号艇の白井英二選手です。悲願のグランプリ優勝を手にしました。チャンネル登録高評価しなはれ、さもなくば来世はセミです。団長より。